どうも皆様、改めましてこんにちは、講談師の旭堂南陽でございます。こちらに来させていただきますのは2回目でございましてね、前回はご一緒にさせていただいたわけでございますが、今回は、宝塚アカデミーさんがですね、非常に東北のことを考えて、何かしたいというお話をいただきました。で、私の方もたまたまですね、東北の方の支援をしなければいけないなという思いがありまして、2度にわたって行ってまいりました。その時にですね、聞いてまいりましたいろんなお話、これをですね、講談にまとめさせていただきましたので、そちらの方を聞いていただきまして、何かできることはないかなとか、何かしたいことがあるんだけどと思われる方はぜひですね、乖離品に募金箱の方に、お金を入れていただきますと、多くの子どもたちが笑顔を取り戻すきっかけになるんではないかなと、このように思ってございます。さて、講談の方でございますが、2011年は3月の11日、2時46分のことでございます。ガラ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 という音が鳴ったかと思いますと、地面が揺れ始めました。うわぁ、なんじゃこれは、これは何やと皆が言うてございましたが、あちらから物が落ちてくる、こちらのタンスが倒れてくる、みんなやっとの思いで逃れて外へと出る。うわぁ、えらい大きな地震やったな。これはえらい大きな地震やった。みんな大丈夫か大丈夫かと周りを見渡しましたが、あちらの家が潰れたりこちらの家が潰れたりしてございますが、なんとか皆元気で外へと出てまいりました。まあ家ぐらい潰れても仕方ないわい、まあまあ体だけ命だけ助かっただけでもよかったわいと言うてございましたが、ところがね、その時にアナウンスが町中に流れ出した。津波の危険性がありますので、皆さん急いで急いで高台の方へお上がりください。うう、津波が来るんやって、これは大変や、みんな行こうみんな行こうと皆がだん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 と高いところへと向かってまいりますが、中にはそんなことを考えない方もいらっしゃいます。津波、そんなもんここ数年大きな津波言うたかて、どうせザパーッと来るぐらいのもんやろ、この辺は大丈夫や大丈夫や。いや、そんなことを言うたかて、アナウンス言うとるで、そういうふうに。いやいや、大丈夫大丈夫言うておりますとね、海の向こうの方から白波がさっと立ったかと思いますと、さあ、だん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 大きな波がこちらに迫ってくる。おい、大変や、逃げろ逃げろ。皆が一生懸命に走り出した。車もバイクも自転車も同じ方向にずっと向かってまいります。ところが間に合わない方もだんだん出てくる。中には水の中へザバーッと入ってしまうものも出てまいります。まあ、こうなりますと人間どうすることもできません。なんとか助かった方々が水の上に浮かんでいる方々を助けようとする。じいさんじいさん、こっちまで来れるか、こっちまで来れるから、今な、この棒を出すさかいにな、これ捕まれこれ捕まれと、一人の青年が一生懸命棒を渡しまして、なんとかじいさんを引き上げようといたします。じいさんもこの棒をガッと掴んで、若いのすまんな、こんなことになるとは思わなんだなと言いながら上の方へ上がろうといたしますが、この時にじいさん目にしましたのは、向こうの方に行きました波がこちらの方に帰ってくるということ。まあ、この津波というのはね、来るのも恐ろしいんでございますが、引き波も恐ろしい。その引き波が今ざっと戻ってきているところでございました。赤いの、向こうから引き波が来てるわ。お前がこのまま捕まってたらお前まで流されてしまうからな。さあ、もうわしのことはいいから、もう行け、あとは自分で何とかするから。じいさん何を言っとるんや、じいさん救わなんだら、このあとどこ行っても心残りやろ、じいさんこっちに来てくれ、はよ捕まってくれと言いましたが、じいさん、いやいや、わしはな、生きておってももうこのあと残りわずかや、あんたみたいな青年にな、この後の東北は
任したからな」と言うと、じいさんにっこり笑いながら手を離しました。じいさん、じいさんと言うと、そのまま白波にザーッとさらわれ、じいさん離すなと言うたのに。さあこれから福島の方では大変なことが起こってまいります。水が引いてまいりましたが、原子力発電所が何やらおかしい、いろんなところで放射能が漏れているというような話も出てまいりました。そんな中にありまして、日本全国で起こりましたのが東北を支援という動きでございます。いろんなところに募金箱を持ちまして、義援金をよろしくお願いします、募金をよろしくお願いをいたしますと、多くの若者が立ちました。広島での出来事でございます。どうか東北の皆さんのためによろしくお願いいたします。すると杖をつきましたおばあさんが近くにやってまいりまして、ああ東北の方大変やな、あんな年金の中からな、これ1000円持ってきたからちゃんと届けてや。でもな、この1000円はな、福島の人に届けてほしいんやけれどもな。え、おばあさん、なんでですか？東北の皆さんにという募金なんですけれども。いやいや、なんかな、ニュース聞いておりますとな、福島の人は放射能が大変やとか言うてなはるけどな、実は私はな、今はこんなよぼよぼやけれども、昔は看護婦してたことありましてな、原爆が落ちた時もそんなこと何も知らんと一生懸命怪我人の看病をしてました。黒い闇にも打たれました。なあ、今の福島の人を見てたら、ああ自分の将来はどうなんねやろ、命も少ないんやろうかと思ってなはるがな、私みたいに黒い雨浴びてもずっとその中おってもこの年まで生きられますんや。だから福島の人頑張れよ、この1000円は福島の人のために使ってもらいたいと思いましてな。わかりました、おばさん、わかりました、必ずそれは伝えさせていただきますと、さあこれが福島中の人々に伝わりますと、ありがたい、広島の女神だ、広島の女神だという噂が広がったそうでございます。それから福島の人々、今一歩踏み出す勇気が生まれた。そして日はまた昇るのでございました。
皆さん、黙祷を捧げたいと思います。それでは黙祷。それでは皆様お名残ください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。